干し人参とレーズンのサラダの出来上がりです。干し人参とレーズンのサラダを紹介します。まず干し野菜ですが、この季節天日に 2,3 時間お天気のいい日に干してください。余分な水分が飛んで、調理時間が簡単ですし、調味料がさっと染み込みます。加熱しても短時間で済みます。そして、乾かしてあるのでミネラルなど、栄養素がぎゅっと詰まった美味しい野菜になります。そして材料です。くるみ、これはあらかじめ煎って香ばしくさせていただきます。そしてレーズンで、今回オプションで、柿も少し干してみました。そしてドレッシングはお好みのもので結構ですが、あまり癖のないもので、ベースにリンゴ酢とか、使われると美味しく仕上がります。ではくるみを煎っていきたいと思います。フライパンを熱していただいてくるみを煎っていきます。こうすることで歯触りがとても良くなるんですね。いい色合いになってきました。これぐらいになったらもう揚げていただいて、香ばしくなってます。そしてあとは好みの大きさまで砕いて、お料理には使ってください。では材料をあえていこうと思います。干した人参は余分な水分が飛んでますので、調味料をしっかり吸ってくれるんですね。そして旨味が凝縮されてます。今回はオプションで、柿を少し干してみました。これも旬のものなんですが甘みが引き立ちます。そしてレーズン、まずこれで和えていきます。ドレッシングですね、好みのもので結構です。今回は、玉ねぎベースの、ドレッシングで和えていきます。どんどん水分吸っていってます。そして最後にこのレーズン、こんなに簡単なんですがとっても美味しく、箸休めにもワインのおつまみにももってこいの簡単なサラダです。干し人参とレーズンのサラダの出来上がりです。